はい、こんばんは、マシでございます。それではパート、セカンドパート05、やっていきたいと思います。前回の動画までで魔術師さんを全滅、おそらく全滅させて、で、それで、ぐんぐん進んで、また、あの目玉の前まで来ました。この目玉怖いですね。はい。当然入ったらいきなりファイアボールがぶっ飛んでくるというまさかなんですけどね。どうなんでしょう。一回は避けたんですけど、危な。これも何回も来るけもしかして。やだな。ちょっと試してみましょうか。なるほど。どうすればいいんだろう。なんかマップ手がかりないですかね。ありましたね。またなんかあるよ。ここですよね。あ、ここだ。はいはい。ん？お。なにこれ。目玉の裏側ですよ。お、目玉取れた。怖っ。怖っ。あ、もしかしてこれでもしかしてもう炎が飛んでこないとかそんな感じですかね。へえ、これは何か使えるんですかね。なんか怖いな。とりあえず目玉だけ持って行ってみる。よっ、あ、結構重い。ああ、なるほど。またですか。じゃあこの目玉を有効活用しましょうか。なんか目玉使えるのかな。あ、重たいな結構。じゃあ目玉を置いといて、はいはい。おお、目玉きれいに取れてますね。てか機械だったんだあれ。頭当然怪我する主人公たち。はい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 。ドラクエとかでベホマラーっていう呪文ありますよね。あれが欲しい。あれが欲しい。ああ、もうこの単純作業がすごい疲れる。はいはい。とりあえずこれで炎は飛んでこないってことですかね。なんか結構偶然的に見つけたけど。来ませんね。よし。あ、そう来るの。そう来るの。ちょっと待って。またここからだから、こっち戻って。危ない。これ取って、また戻ります。ガードミニオンで防いでいく感じかな。またそれですか。ここで構えてます。ダメじゃん、ダメじゃん。どうすればいいのこれ。とりあえずここで一旦セーブ。オッケー。ガードミニオンで防ぎきれなかったってことだよね。どういうことなんだろう。走っていく感じですかね。なんとなくそう思えてきた。てか多分ここじゃない。あの目玉の前まで行くと多分飛んでくるんだ。
このガードミニオンね、いい感じに訓練台になるっていうね。便利な呪文ですよね。前作にはこんななかったからな。まあそんなことより、これをどういくかだ。難しいよ。どうすればいいんだよこれ。積んだぞ。よいしょ。ダメだ。2発分防げってことか。と、あの爆弾、あのファイアボールが来るまでタイムラグが少しあるから、すぐさまガードミニオンを放って、これでいいんですかね。無理だよね。マップもしかして他にもあるってこと？ことですね。はい。何の字ありま。またすごいところに着きましたね。なんだこれ。ギア。ラージギア。でかいギア。これは特になんでもない。とりあえずあの目玉の裏側まで行って、これ取ります。やっぱりさっきの持ってこなかった。持ってこなくていいみたいですね。あ、もうつけられない。はい、じゃあこれでクリア。次も多分あるんでしょ？あ、その先にあるのか。なるほど、これはわかんねえよ。よく見つけられたな、本当に。よいしょ。奇跡ですよね。奇跡っていうことでもないかもしれないけど。この先は特にないのかな？なんかありそうな気するんだけどな。これは避けたらおしまいなのかな。うわ、怖い怖い。なんでだった？ちょっと待って。もうまたこっからめんどくさいな。道覚えたからいいけどさ。はい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 。ラージギア、ギアに見えねえぞ。ああ、難しい。城の中に入ってからずっとこれっすよ。凶悪な敵に出るに出は、出くわすわ。なんかこんな目玉のあれはあるわ。もうやだね、ほんとに。さすがね、攻略本なしじゃクリアできないって言われてるダンジョンマスターですよ。はい、じゃあとりあえずこんなもんかな。じゃあ一旦セーブしてっと。はい。あと特にないんだよね。その後あのファイアボールは自力でかわす感じかな。やっぱ向かってくるのか。向かってくるんだとしたらまたガードミニオン大作戦ですよね。あ、もうそろそろ時間がない。じゃあこの続きはパート6という、セガのパート6で、やっていきたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。バシでした。